アメリカ合衆国による沖縄統治。アメリカ合衆国による沖縄統治は1945年昭和20年のアメリカ軍による沖縄占領から1972年昭和47年5月15日の沖縄本土復帰に至るまでの27年間に及ぶアメリカ合衆国による統治時代のことである。この間、沖縄は アメリカ合衆国の地域として扱われていた。沖縄では、アメリカよ、沖縄方言で、アメリカ言うと、発音とも言われる。北緯30度線以南の鹿児島県大島郡と、沖縄県で構成された。あとに、トカラ列島は1952年、昭和27年2月10日、天モミ群島は1953年、昭和28年12月25日に、 日本へ変換された。琉球政府商店によると、その範囲は、北緯28度統計124度40分の点を起点として、北緯24度統計122度、北緯24度統計133度、北緯27度統計131度50分、北緯27度統計128度18分、北緯28度統計128度18分の、 手もへて起点に至る線の内側とされた。アメリカ軍は、第二次世界大戦末期の1945年、昭和20年3月26日に、ケラマ諸島4月1日に沖縄本島に上陸し、沖縄諸島各地に進行を開始し、沖縄本島の防衛に当たっていた日本軍と地上を繰り広げた沖縄戦。4月5日、 アメリカ海軍元帥チェスターニミッツは、米国海軍軍政府布告第1号、いわゆるニミッツ布告を交付し、奄美軍島以南の南西諸島地域における日本政府の行政権を停止して、軍政府が統治すると宣言し、ヨミタン村に琉球列島米国軍政府、イカ軍政府と略数を設立した。6月に入ると、日本軍は組織的抵抗が不可能となり、 沖縄本島といくつかの当初はアメリカ軍によって占領された。8月14日にポツダム宣言の受諾が予告された後、8月20日には解体した沖縄県庁に代わる沖縄本島の統治機関としてアメリカ軍によって沖縄市巡回が設置され、後に権限が沖縄諸島全体までに拡大された。また、宮古市長。 八重山市長は戦火を免れ存続していたため、それぞれ宮古列島、八重山列島の行政をアメリカ軍直属で行うこととなった。1946年、昭和21年1月29日、GHQ よりスキャッピン677が指令され、このスキャッピン677によって、北緯30度以南の南西諸島全域における日本の市政権が停止され、 鹿児島県大島軍、甘み群島やトカラ列島も鹿児島県から分離されて、軍政当局下に置かれ、大島市長から本土出身者が追放された。アメリカは当初、琉球人は日本帝国主義に支配された異民族であると認識し、日本本土の一部でなく、日本が武力で制圧した島だと考えた。また、沖縄人は自ら政治。 経済を行えないという先入観から沖縄人の自治能力を過小に評価していたため沖縄における民主化に対して消極的であったそのためにまず民主主義の基礎を築くことにし市町村長市町村議会の選挙を実施した1945年昭和20年9月20日沖縄本島の収容所で行われた市会議員選挙で女性に 三政権は認められ選挙が行われた。沖縄市準解説ズにおいては、日本軍と帝国主義者と関係にあった人物は、市準会員の選考から除外された。1947年、昭和22年にはいくつかの政党が結成されたが、軍政府は政党の行動制限を設け、軍政府の政策に批判、阻止する政党には、厳しい罰則が加えられた。 1949年、昭和24年、東西冷戦が激化すると、朝鮮半島の軍事的緊張が高まった。アメリカによる極東地域戦略のため、沖縄に大規模な軍事基地や施設を建設した。軍道1号線、現在の国道58号の拡張、那覇軍港の整備、弾薬倉庫、米兵用住宅などの軍用地開発が推進された。そのため、 沖縄本島は極東最大の米軍基地へと変わり、米軍からは太平洋の要石とも言われた。この工事と並行して、ジョセフ・ R シーツ軍政長官は復興支援を行った。ガリオア資金を増額し、軍統知事と軍統議員選挙の実施、不必要な軍用地に対する土地所有権を認定するなど、住民からはシーツ前世と評された。 1946年、昭和21年1月29日、連合国軍総司令部は、スキャッピン677を発令して、日本本土と北緯30度以南の南西諸島の行政分離を行うと発表し、1948年、昭和23年10月にはそれまで沖縄の長期保有について反対意見を持っていた米国務省も沖縄の保有を認めたため、 米国の対日政策に関する韓国に対する国家安全保障会議の出現により、米軍の沖縄高級保持基地の開発の方針がトルーマン大統領により承認された。1951年昭和26年9月8日に調印され、翌1952年昭和27年4月28日に発効され、日本国との平和条約、 サンフランシスコ平和条約の第3条にはアメリカ合衆国から国際連合への提案があった場合、北緯29度線以南の南西諸島をアメリカ合衆国の信託統治下に置くとに日本国が同意することが規定されたが、その後国連への提案はなされなかったため、日本は奄美諸島及び琉球列島に対する主権、潜在的主権を保持し続けることができた。当初、 1950年、昭和25年11月4日に、奄美群島、沖縄諸島、宮古諸島、八重山諸島を4分割しそれぞれ、群島政府を設置した。しかし、同年9月に住民により選出された知事と議員らが日本復帰を抗言した。その結果に不快感を示した、軍政府は、翌年の1951年、昭和26年4月1日に、 琉球臨時中央政府を設立し、軍統政府の権限は大幅に削減され、そして1952年、昭和27年4月1日に、軍統政府が廃止され、琉球政府が創設された。また、軍政府は1950年、昭和25年12月15日に、琉球列島前国民政府、アスカー、ユースカー、イカミン政府と略すと解消した。琉球政府は、 立法院と裁判所と共に三権の一つとなったが、琉球政府により制定された法令の執行の停止、琉球政府の長である行政主席は民政府により任命されるなど常に民政府は絶対的な権力を持っていた。なお、トカラ列島は1952年、昭和27年2月10日、天モ軍群島は1953年、 昭和28年12月25日に日本に返還された。アマミ軍島返還時、朝鮮戦争終結交渉から北日本に立ち寄ったダレス国長官は少し早いクリスマスプレゼントと称しアマミ軍島返還を発表した。この発表を受け、ダレスが羽田空港から出発しようとした時、群衆から感謝の声が上がり、また、 奄美群島の再統合に関する法案が12月24日に衆参両院を通過し、その際参議院が感謝の衆議院が祝辞の決議をなし、時の総理、吉田茂がクリスマスプレゼントありがとうとの指針をオーダーレスに送った。しかし、奄美群島から沖縄本島へ労働に来ていた人々は日本人ということとなり、パスポートの所持が必要となった上、 公職からの追放が行われるなど、いくつかの副作用がもたらされた。アメリカ軍は、演習地や補給用地、倉庫群などの用地として、次々に集落と農地を強制的に接収した。特に現在の宜野安市の伊佐浜の田園地帯と、江島では集落ごと破壊され、大規模な土地接収が行われた。住民はこれらの様子を、 銃剣とブルドーザーによる土地接収として例え、アメリカ軍の強権の代名詞となった。また、サンフランシスコ条約締結以降、軍政府は沖縄の本土復帰を唱える団体や運動を弾圧、さらに米軍兵による事件が相次ぎ、住民に反米感情が高まっていた。土地接収問題を解決すべく1954年、昭和29年4月30日に、 立法院は、軍用地処理に関する請願を、全会一致で可決し、軍用地の一括支払い、土地の買い上げの反対等を盛り込んだ、地を守る4原則を掲げた。しかし、1956年、昭和31年6月9日に、アメリカ側から、プライス勧告が発表され、極東地域の重要な軍事拠点であるとして、土地買い上げと土地の接収は、正しいと結論づけた。 この勧告に住民は反対し、同月20日にほとんどの市町村で住民大会が一斉に行われ、島ぐるみ闘争へと発展した。こうした反対運動の結果、軍用地の賃上げ等の民政府から妥協案が提示され、島ぐるみ闘争は終結した。サンフランシスコ平和条約が発行されてちょうど8年、1960年、 昭和35年4月28日に沖縄県祖国復帰協議会復帰協が結成し、以降毎年4月28日にはデモ行進が行われ、また沖縄本島のヘドミサキ沖で会場集会を行った。1962年昭和37年3月19日、アメリカが衆国大統領ジョン・カイ・ケネディは沖縄が日本国の一部であることを認め、 日本の対沖縄援助について継続的に協議する沖縄新政策を発表した。ところが、米国の軍部は、この協調路線で、日本政府の関与が深まり、沖縄における米軍の軍事的利益が侵害される、こと懸念した。琉球列島高等弁務官に就任した、ポール・ W キャラウェイ陸軍中将は、絶対的な権力を利用して、議会が採決した法案を、 次々と拒否し、また経済界にまで介入し、日本と沖縄の分離策を進めた、キャラウェイ旋風。日米協力に混乱を起きたすとして、ケネディ大統領はキャラウェイを更迭した。1965年、昭和40年8月19日に、当時の佐藤栄作首相が訪問し、沖縄が日本に復帰しない限り、戦後は終わらないと述べた。来中した背景としては、 ベトナム戦争に対する反戦運動と復帰運動があった。戦争が激化すると沖縄は米軍にとって非常に重要な存在となり、連日飛行場から頻繁に爆撃機の離着陸が行われた。反戦復帰運動が高まり、戦争に支障を来す恐れがあり、住民の反米、反戦感情を抑えるため、民政府は佐藤に目をつけた。しかし、それと、 裏原に1968年、昭和43年に、カデナ飛行場で B-52 爆撃機の墜落事故。1969年、昭和44年には、基地内で VX ガスが漏れる事故。そして1970年、昭和45年12月20日に、本東部の旧小座市、現在の沖縄市の一地域で数千人の住民が暴徒化し、 米軍車両数十台を焼き払う事件が発生したコザボード1968年昭和43年2月1日に立法院の定例会議に出席したフェルディナンド・ティ・アンガー高等弁務官は行政主席を住民による直接選挙を実施すると発表した。選挙当日は立法院議員選挙と那覇市長選挙も行われた。結果、 革新派のやら長病が当選した第1回行政主席通常選挙。1969年昭和44年11月19日から21日にかけて佐藤首相とリチャード・ニクソン大統領はワシントン DC で会談を開き日米共同声明を発表し1972年昭和47年に沖縄の市政権が日本に返還されることが 約束された。そして、沖縄は1972年、昭和47年5月15日に、日本国に返還されたが、基地撤去を望んだ住民は返還協定の内容に、失望した。沖縄県は、基地の整理、縮小、兵力の削減、日米地位協定の見直しを求めている。琉球列島高等弁務官のもとに、 琉球列島前国民政府が置かれ、琉球政府の上部組織として、間接的、場合によっては、直接的に統治した。司法権を行使するために、独自の裁判所、米国民政府裁判所を設けていた。琉球政府の長は、行政主席で、初期の頃は、米国民政府が直接任命していたが、後に、立法院の意向を反映した任命に代わり、 最終的には直接選挙制に移行した。任期は特に定められていなかったが、公選制導入時に3年となった。立法院、議会は一員制で、約30議席を20歳以上の琉球住民による直接選挙で選出した。任期は2年、あとに3年である。1957年からアメリカ本国の全権を委任された琉球。 列島高等弁務官による統治が行われるようになった。特に、第三代のキャラウェイ中将の統治は、琉球を多用して、沖縄住民のナショナリズムを刺激して、日本との分離政策を推し進めたり、強権を発動したりと、キャラウェイ旋風と呼ばれた。1970年、昭和45年時点で、地理的区分として5の地区に分かれていた。戦前や、 現代の軍の区分とは微妙に異なっている。沖縄戦終結直後、住民は収容所暮らしを余儀なくされ、アメリカ軍は住民らにレーションを配給した。小麦粉やトウモロコシ等の食料品だけでなく、チューイングガム、チョコレートなどの嗜好品も含まれており、戦前素鉄の毒抜きに苦労し、それを食していた住民にとっては微妙なものであった。しかし、 収容所の難民が増加し、食料物資が不足、中には日本本土や香港、台湾から密貿易を行い、また、戦火と呼ばれる米軍物資集積所からの窃盗を行うものまでいた。沖縄戦の影響で経済基盤が破壊された沖縄県では、通貨として日本円のほか、アメリカ軍の軍票である BA が用いられた。 1948年から1958年までは B 円が唯一の通貨であったが、1958年以降は米ドルが使われた。なお、ドルは漢字でドル、セントはセント表記されていた。日本本土との往来はパスポートが必要となるなど制限が行われた。しかし、日本本土との経済圏が分離されたことで、 地元の企業が多数設立されることになった。一方で、本土の大企業から切り離されたことで、沖縄には脆弱な地元資本の企業しか育たなかった。役場などの政府機関やアメリカ軍基地以外に大規模な雇用が不可能となった一方で当時、ルダカ円安の固定相場制の影響もあり物価は安く生活は安定しており、人口は 終戦直後の約50万人から本土に復帰するまでのわずか27年間で約100万人に倍増した。また、アメリカ軍の基地が多数設置されたことにより、基地における雇用が確保された面もある。全域が当初という事情から、域外への移動や、県内離島間の移動は、回路や空路が主に利用されていた。戦時中まで存在した沖縄県営鉄道や、 沖縄軌道は沖縄戦で破壊された後復旧されることなく消滅し、鉄道と呼べるものは南大東島の産業用鉄道である大東東京南大東事業所の佐藤運搬線、軌道くらいであった。人口の大多数が沖縄県日本籍を有する琉球住民であった。在留外国人、米軍関係者を除くで一番多かったのは日本人。 沖縄県外に本籍を有する日本国民で約1万8000人、アメリカ人約7500人、中国人約2000人であった。本土と同じ6から3から3世であった。ただし、公立の小学校、中学校を運営するのは市町村ではなく教育区という特別な広報人が担っていた。高等学校は政府立学校が39校、 私立学校が4校が設置されていた。大学、短期大学を含むは、当時、以下の大学が存在していた。民政府は、沖縄住民に対する文化政策を実施してきた。米軍は住民を、独自の文化に誇りを持つ少数民族で、琉球処分を本土から、差別、偏見を受けたと見られた。伝統文化を保護、継承させ、 文化に対する自信と誇りを取り戻し、独自のアイデンティティを構築させる目的で始まった。またその政策により、良好な留米関係を築けば、本土復帰運動も収まるだろうと考えた。記念法は、本土とは異なり、西暦が採用された。米国民政府の布告、フレは、もちろん、琉球政府の法令の法令番号の日付も、西暦であった。公文書も、 原則的に西暦で表記された。例外は戸籍に関する文章であった。祝祭日は住民の祝祭日として制定され、ほぼ日本本土の国民の祝日に準じたものとなっていた。下表は沖縄返還時点のもの。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。